何？何？ママ。ん？うん。ママ。だ。何？ご飯食べな。早く食べてください。もういいですか？食べる？はい。はい、という感じで、どこから動画撮ってないんだろうな。娘を今保育園から送ってきて帰ってきて、ちょっとカフェオレを入れて、今からここで在宅勤務に取り組みます。こんな感じで在宅だろうが在宅じゃなかろうが、朝は本当にとにかくねバタバタって感じでですもうすぐ8時なんですけど、8時から12時までお仕事で、まあ、ちょくちょくね自分で休憩を取るんですけど、お仕事やってまた次動画回すのはお昼休みにしようと思います。それじゃあまたお昼休みに。はい、ということで今12時になったのでお昼休憩を取りたいと思います。今日は特に予定がないので、この後ご飯を食べて筋トレをやりたいと思います。ちょっとすでにねご飯の準備はしてあるので、早速食べたいと思います。よいしょ。もうこの後筋トレするので先に着替えました。お昼はもうなんか鍋で湯がくだけの冷凍のこれなんだちゃんぽんを食べたいと思います。もうお昼は在宅の日は基本朝とか夜の残りとか前の日の残りとか冷凍食品です。筋トレめっちゃ久々にやります。というのも別に動画だからやってるとかではなくって、体調崩してたり、あと夏の連休が入ったり、あとまあ予定があったりして、なかなかこうやってトレーニングする時間を作れなかったので、めっちゃ久々なんですけど、ちょっといい感じの体になるために頑張りたいと思います。やば、重い。意外と重いじゃんか。
20キロ、30キロ、40キロ、よいしょ。今日の夜ご飯はビビンバなんですけど、仕事終わって娘を迎えに行く前に作ろうと思ったんですけど、まだ昼休み時間が残っているので先にやっておこうと思います。本当はね、炒め物とかは直前、出す直前がいいんですけど、まあ時間を有効に使いたいなってなったら、こういう空いてる時間を活用して調理するようにしています。はい、ということで、あの昼休みに昼ご飯、朝ご飯、夜ご飯を作っていたら、もう1時1分になっていて、やばと思って昼のミーティングに駆け込んだので、もう昼筋トレしたそのままの格好なんですけど、このままずっと昼仕事をしていました。で、今4時なんですけど、在宅の時はいつも8時から4時まで仕事をしています。で、これからちょっと夕飯の支度というか準備をさらっとやって4時半頃に娘を迎えに行きたいと思います。で、この後の様子はちょっとまたバタバタすると思うので、別の動画で仕事が終わった後のナイトルーティーンみたいな感じで動画撮れたらなというふうに思います。ということで今日の動画はここまでになります。今日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。こちらの動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。